皆さんこんにちは、ミニマルです。前回の動画でポーズマニアックスを使って90秒ドローイングを1ヶ月続けてみたらどうなるのかという実践をしてみました。この動画を見て自分もやってみようなどの前向きなコメントや高評価をいただき大変ありがとうございます。概要欄に前回の実践動画のリンクがありますので、まだ見ていない方はまずはそちらをご覧ください。さて今回はその後日談と補足のようなもので、90秒ドローイングを1ヶ月続けた後に3ヶ月サボっちゃったらどうなるというテーマでお送りします。続けてないの？と突っ込まれると思いますが、コロナ関係でいろいろと諸事情ありまして、そこはさらっと流していただいて本日の動画に移りたいと思います。動画の最後には練習を続けるためのモチベーションを保つために実際にやっている方法もお伝えしようと思います。こちらがポーズマニアックスでドローイング練習を始めて1ヶ月経ったくらいの動画です。毎日15分ほどの練習で人体のパーツがかなり頭に入ってきたので、自分で言うのはおこがましいですが、まあまあかけているんじゃないでしょうか。そしてこのあと3ヶ月のブランクがあり、先日ようやく練習を再開したわけですが、どうなると思いますか？やっぱり下手になっちゃいます？引っ張っても仕方ないので結果を見せます。はい、こちらが3ヶ月サボった後の初日のドローイング練習です。さすがに1体目は不安と自信のなさで線が弱々しいですが、かけてます。普通にかけてますね。これはあれですね、自転車と同じで乗れたらもう一生乗れる的な。1ヶ月練習してかけるようになったので、3ヶ月空いてもかけるということじゃないでしょうか。1ヶ月毎日続けた成果というものは結構体に染み込んでいるようです。まあ1年くらい何にも書かなかったら勘を取り戻すのにはさすがにもっと時間がかかる気がしますが、というわけで今回の結果を受けて皆さんにお伝えしたいことは、ドローイング練習はちょっとくらいサボっても大丈夫なので、肩の力を抜いて気軽に続けようです。決してサボりを推奨しているわけではありませんが、1日15分くらいの短い練習でものっぴきならない事情でできないことってあるかもしれません。そういう時にこちらの動画を思い出していただければ、なんだ大丈夫か、また明日やろうと思ってもらえると思います。まあでも3ヶ月はサボりすぎ。最後に毎日の練習につながるモチベーションアップの方法をお教えします。それは成果物をツイッターに投稿することです。私は動画制作も兼ねているので、毎回ドローイング練習を録画しています。それを1分にまとめて、Twitter に決まった時間に投稿するようにしています。誰かに見せるということで、練習中も身が引き締まる感がありますし、いいねなどのリアクションをもらえるのも励みになります。動画じゃなく画像でもいいと思いますので、ぜひやってみてください。絵は人に見せてなんぼだと思いますので、上手くなってから見せようではなく、上手くなる過程もどんどん見せていっていいと思います。決まった時間に投稿するというのは一応意味がありまして、 Twitter のメディアスタジオからインサイトを見てください。このグラフは Twitter にいる人の数です。黒い部分が一番多い時間です。ほとんどの曜日で夜7時以降に人が多いのがわかります。ツイートはどんどん流れていくので、有名人ならいざ知らずわざわざ遡ってみる人はあまりいません。投稿するからには人が多い時間を狙って見てもらう数を少しでも増やしていきたいものです。あなたが絵を描いて誰かに見せたい人ならば、こういったことも意識すると、たくさんの人にあなたの絵が届いてもっと楽しくなるかもしれません。今回の動画は以上です。このチャンネルでは主に漫画動画を配信していますが、時々このような実践動画、イラストメイキングなども配信していこうと思っています。この動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ高評価並びにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた。